験大好き MNEW です。今回はメジャーを使いましたダイポールアンテナ、これを使いましてエスターパワーの差がないダイポールアンテナ実際に調整してみたいと思っております。まあ、前回も紹介しましたアンバランスな、ね、給電方法にはなるんですけど、ぜひともね、まあ、いろんな問題点はあるんですけど参考にしていただければと思っております。またその際にね、同軸ケーブルの構成の時にバランがあった時にね、いろんな障害になるということが分かりましたので、そちらの方もね、動画の方でご紹介させていただきたいと思っております。はい、今回ねこちらの方使いますのがこちらの方の給電部で、こちらの方にバランが内蔵されております。自作品になります。でこのバランに対して 2m の同軸ケーブルで、あと 14m と 28m で、まあ、インピーダンス含めてのね、あの調整をしようかと思ってますので、まあ、構成しないといけませんので 2m と 5m の同軸ケーブル、計 7m の同軸ケーブルつなげております。で計算上なんですけどね、短縮ケース 0.68 で計算しました。およそ 10.3m になりますので、ほぼまあ14m、28m で動作の方問題ないと思っておりますので、それを実際にね、ちょっとあの抵抗を使って確認したいなと思っております。アンテナアナライザー準備させていただいております。ちょっと狭くなってますね、あちこち。ちょっとね、黒いチェックになるんですけどね、ちょっとね、いろいろとやってましたね、気づいた点がありましたのでね、ちょっとそれを含めてご報告させていただければと思います。まずこちらの方ですね、短絡した場合、これ2分の1波長の整数倍でね、こういう形ですね、インピダンスが下がりますので 12.293 メガ、ちょっとこれね、想定してたよりも低いっていうんですか、まあこれはいいかなと思ったんですけど、その次におよそ50をもうね、ちょっと接続してみます。こっちの方に、こっちの方ですね、ちょっとくどいようですけど、ちょっとね50をもうちょっと接続してみます。こういう形ですね。こっちの方低い周波数でしたらね、50オームほぼね問題ないと思います。エスターバールも1ですのでね、何の心配もないんですけど、これをちょっとね10メガぐらい超えますとね、こういう形でだんだんインピーダンスが変わってきます。あれはおかしいなと思いながら、まあ16メガで、次ずっと下から上がっていきますけど、17、21、28メガぐらいになりますとね、もうエスターバールが上がったりして、ちょっと表示がもう完璧におかしくなっているっていうんですか、まあ同じことがね他のことでも言えるんですけど、次100オームこういう形ですね、100オーム接続してみます。で本来ですとね、14メガで100オーム、まあこれ100オームはね割合こうちゃんと出てくれて、14メガ出てるなと思うんですけどね、次28メガ半後もね、まあ割合100オームはねまだ出てるんかなっていう感じになってますね。で次25オーム、こちらの方に接続します。24ですね、ちょっと接続します。抵抗の方24接続いたしますとね、こういう形でまず28メガ周辺ですとね、もう完璧にこう高くなっちゃうというんですか、一番下がったがここなんでね、ちょっと最初の想定と違うというんですか。で次下の14メガに置きましても、やっぱり 12.56 とかそんなとこですね。で14ぐらいになりますとね、ちょっともうこういう形でちょっと高くなってますのでね、ちょっとね14メガまででしたらねそう問題ないかなと思ったんですけどね、ちょっと28メガ上の時にはね、ちょっとこれが問題出るんでね、なんでかなっていうのをちょっと調べてみました。で結果なんですけどね、私もうっかりしてたんですけど、ここがね完璧にこれ見てても分かると思うんですけど、作った時はね私もこのバランここで抵抗をつけてね、エスターバールを測定してたんですけどね、今回はまあこういう形でもう直結型にしてしまってましたので、もうこの先に抵抗を単純に接続しただけだったんですけど、これだとね、どうも正確に測定できないということが分かりました。で、これはね、もうよくあります。ツイストピアにすればいいっていうことが分かったんでね、もうこんなもね、ある意味分かってる方でしたら、そんな当たり前だろうって言われると思うんですけどね、ちょっと私もね、これは完璧にうっかりしてましたんでね、まあ実験してる過程で気づいたからよかったんですけどね、
やっぱりこういうのもね、やっぱこういうのチェックしとかないとわからないんでね、ちょっと今からこうツイストペアですね、でちょっと安定化させるために結束バンドで縛り上げときます。こういう形で、ね、結束バンドで縛り上げていきます。よいしょ、こういう形ですね。ちょっとね、支えがないとやっぱり安定しないんでね、こういう形で結束バンドで縛り上げてやります。こういう形ですね。やってることは大差さないですよね。さっき2本のケーブルが平行になってたの、こういう形でね、ツイストピアに編みました。でこの状態でね、ちょっと1回だけやっときます。短絡テスト、まず短絡だけしてみます。しますね、こちらの方にも出てると思うんですけどね、 13.7 ぐらい下がってますね。まあまあ理想的っていうんですか。次こっちの方がまあ 26.3、27ぐらい、まあだいぶね、ちょっと上の方に上がってきていい感じになってきてるような感じです。しましたらね、次こちらの方に50音も接続してみます。50音ですね。50音も接続しましたね。10メガ大丈夫ですね。14でもまだ大丈夫です。17、先ほどだったらもうこの辺からエスダバーが暴れてたと思うんですけどね、まあ割合28まで、まあちょっとね 1.5 まで来てますけどね、さっきに比べますとね、全然こうインピーダンス、まあ、安定してるんでね、まあだいぶいい感じになったんじゃないかなと思います。で念のためにね、ターゲットとなります今回25オームの方ちょっと接続してみます。14メガぐらいでチェックする予定なんですけどね、14メガ周辺でしたらね、このような形、まあ25オーム、ちょっとだけ高めに出るかもしれないですけどね、まあ30オームぐらいの 1.4 ぐらいでねなってますので、まあなんとかなるんじゃないかなと思います。本来エスタバーが2ぐらいにならないといけないんですけどね、ちょっとこれがならないっていうのがまた癖もになっています。次こちらがねという形ですね。100オームを接続しました。で同じくね、14メガ周辺100オーム大丈夫ですね。で次28もね100オーム出てますのでね、まあこれでなんとかね、まあ構成をした感じ、まあ結果的にここもツイストペアにしないと正確には測れなかったということでね、ちょっと私も分かったんですけどね、まあテストの時にはね、もうこのままやりますので関係ないと思うんですけど、万が一ね、こういう形でツイストペアにした方がいい条件というのはあるようなんで、私もね、今後ちょっとこれは気をつけていきたいなと思います。これでとりあえず5メータープラス2メーター、計7メーターの同軸ケーブルで14メガ、28メガはね、ある程度インピーダンスはね、正確に測定できることを確認することができました。およそ角度30度にしましてね、実際に給電部のインピーダンスをね、思い切って50オーム以下に下げるように努力してみました。で現状ですけどね、現状の上端は235になっております。235で上端やっております。上端、角度30度、角度30度、上端235センチ、エスダバールを測定させていただきます。まずこのような形ですね。中心が 28.5 ぐらいで、インピーダンスも25オームぐらい、50オーム以下になっておりますね。で全体のバンドが、この内のエスダバールがこんな形になっております。まあある意味非常にね、ありがちなダイポールアンテナの特性になっているんじゃないかなと思います。先ほどと違うのがね、同じエスダバールが高くてもインピーダンスが50オームも低いというところがね、重要かと思っております。はい、早速ですけどね、こういう形でアンバランスの給電ちょっとテストしてみたいなと思います。まあ給電部のね、センターをずらすという意味合いで、今回はね、ちょっともう過去のデータにもあるんですけど、思い切ってね、170センチ、片端をね、170センチまで下げております。でもう片端をね、ちょっとずつ伸ばしていきます。今235はあるのをね、270ぐらいまで伸ばしてみます。ちょっと持ち情報がないんでね、こうさせていただきます。でこういう形でね、もう山間で調節するような形になっちゃうんですけど、片一方思い切って短くしましたね。このような形で、あれもういきなり下がっちゃいましたね、申し訳ないです。
ただね、こう下げますと給電部のねがもうちょっと下げる必要があると思いますので、あと290ぐらいまでやります。290、こんな形ですね。ちょっと低すぎかな。したら250、こういう形ですね。250、こういう形で、ね、まあメジャーですからね、簡単にできるんですけどね。こんな形で、そうですね、これぐらいが一番特性的にいいんじゃないんでしょうかね。イスラバード特性の方ちょっとご報告させていただきます。中心周波数がね 28.8、 両端が 28.168、 29.4 ということでね、まあポイントはやっぱりインピーダンスがまがいないにも54ミリまで上がったっていうところがねポイントじゃないかと思います。その代わりね、こちらの方が片端が170センチ、もう片端が285、ものすごくアンバランスです。まあ、こういう形でね、エスアバウトインピーダンスだけがあったということだけはご報告させていただきます。しましたらね、まずちょっとエスアバウトの方、念のためにもう一遍だけねおさらいしたいと思います。両端215ですね。で角度は120度ぐらいになっております。これでちょっとエスタバール測定してます。こういう形ですね。中心 28.75、 1.5 が 28.186、 29.20 ぐらいになっておりますね。でインピーダンスの方もね、この辺見ていただいたら分かるんですけど、まああんまり当てにはならないと思うんですけど、70オームぐらいになっております。これでね、ちょっとダメ元で片端170にしてみます。片端今170にしました。でこのままですよね、 S アバが当然高くなりますので、アンバランスにするために270-280ぐらいまでちょっとやってみます。この山間なんですけどね、まあこれでしますとね 18.4、 もうあと10センチぐらいでしょうか。こういう形ですね。こういう形ですね。念のために確認いたします。片端が270ですね。270、もう片端が170ですね。これのちょっと S バード特性測定してみます。 28.36 ぐらいですね、共振周波数で。 1.5 がまあ 27.8、28.61 ですね。バンド内はこんな形ですね。でポイントはね、やっぱりインピーダンスが先ほどよりちょっとまあ上がったような形っていうんですか、センターからずらしましたのでね、理論通りやっぱりインピーダンスはね上がる方向になってるっていうことだけね紹介できました。ですのでインピーダンスの高いアンテナに対して給電部を動かすっていうのはね、基本的にはインピーダンスが上がる方向に働きますので、逆効果っていうことがね、なんとなくこの実験で分かったんじゃないかなと思います。前回とのね続きにはなるかと思うんですけど、簡単にねまとめさせていただきたいと思います。まずインピーダンスが高い場合ですよね。高い場合、これも前回にねご紹介させていただいたんですけど、要するにダイポールアンテナのここの角度ですよね。ここの角度を狭くすればインピーダンスは低くなります。ですので、ね、ここをね、まあ、角度の調整していただければインピーダンスが下がることによってエスタバードが改善する、まあ、これはね前回お見せした動画でね大体つかめたと思います。で今回お見せした動画ではね、今度はこちらの方ですね、インピーダンスが低い場合、これ低い場合が一番の問題なんですけど、これがね、まあ、今回申し訳ないです。もうちょっとね、簡単に作れるんかなと思ってたんですけど、28とか14だと意外とインピーダンス、やっぱり地上高が低いとある程度高い方向に向かうので、もうちょっと適度な地上高っていうんですか、やっぱ10メーターとは言わないですけど、やっぱり10メーターぐらい持ち上げて、なおかつ周りの、まあ、周辺の影響っていうんですか、まあ、ちょっとこちらの方にもね写真でお見せするんですけど、まあ、こういう形で屋根の影響とか受けるような時ですね、間違いなくインピーダンスが低かったので、まあ、そういう時どうすればいいのかっていうので一つの方法なんですけど、まあ、先ほどもご説明したんですけど、普通ねダイポールってこういう形で真ん中から給電すると思います。
で真ん中から給電するというのがね、まあ、当然これ平行アンテナと言われてるんですけど当たり前なんですけど、それをね、まあ、ちょっといろんな問題がありますエスタバールを単純に下げるだけでしたね。ここの給電棒を下げ移動さすとこっち側にで実際ねこれがね、まあ、どうなっているかと言いますと、もうこういう形ですね。通常ですと多分給電部の真ん中が一番インピーダンスが低いような状態というんですか。ですので、まあ、これを移動さすことによってインピーダンスを上げていくという形でね、まあ、考えたのが今回紹介させていただいている方法となります。このずらす量ある程度もこれぐらいだろうということでね、こういう形でやっぱり給電部っていうのはね簡単に動かすことは通常できませんので、まあ今回メジャーを使ったダイポールの利点で、まあこれ昔からよくされている方法らしいんですけどね、まあとりあえず片一方短く固定してしまうと、でもう片一方をまあ長めにしてまあ切っていくような形、まあ実際ねこの切っていくっていうのがまあこういうように切っていきますとね大変ですので、実際こうヒゲですよね、ヒゲをねよいしょよいしょこういう形ですね、まあヒゲを長めにしてもう切っていって、これで調整していくと、まあ、これもね、一つのね、方法じゃないかなと思います。で、これでもダメな場合ですとね、これをもうちょっとこうやって調整しながら、こっちもね、やって、もう一遍エレメントをつなぎ直してやっていくっていうのでね、うまくいけばうまくいくんですけど、なかなかこれが難しいっていうのが現実問題です。ただ、昔はね、ちょっと私もこの方法で一番流されたのが、インピーダンスがこっちの方ですよね。高いのか、低いのかっていうのがね、エスタバード系では分からなかったっていうんですか。でディップメーターでも当然わからないと。で、インピーダンス系があればいいんですけど、その当時は持ってなかったので、まあ、結果的に勘でやってて、今から気づいたことは、まあ、最後にちょっと動画1本だけね、作ってみたんですけど、明らかにこちらですよね。インピーダンスが高い時に、こういうことをしたらどうなるのかっていうのもやってますので、要するにインピーダンスが高い時に、こういう形でね、給電部を移動させると、さらにインピーダンスが高まりますので、まあ、全く効果がないっていうので、まあ、気づいたっていうんですか。過去にはね、こういう測定器がないので、実際こういう現象を信じて、インピーダンスが低いもんだと思ってたけど、実際は高い方だったっていうのもね、今から考えてみたら数回あったんじゃないかなとか思っております。まあそんな形でね、まだこのダイポールの調整って言ったら申し訳ないです。もう各 OM さんがね、もういろんな方法をご提案されていると思うんですけど、まあ今回はね、このような形で、もう単純に角度ですよね。角度を調整する方法と給電部を移動さす、この2方式をねちょっとご紹介、2回のね動画にわたって紹介させていただきました。はい、どうだったでしょうか。まあ実際にねちょっと無理な条件だったんですけど、インピーダンスを下げるような条件、こんな鋭角なダイポールっていうのはね皆さんあんまり使わないとは思うんですけど、まあこういうようなエスタバが下がらない、インピーダンスが下がった時にはね、このようにアンバランスな給電方法使っていきますとね、結構エスタバールが下がっていくんじゃないかなと思っております。まあ、ぜひともね、こういう調整方法っていうのもありますので、ただデメリットもね、ちょっと動画中にもご紹介していただいてはいるんですけど、かなりのデメリットもあるんですけど、やはりダイポールアンテナ、あまり調整でするような手法っていうのがないと思いますので、ぜひともね、こういう調整方法があるっていうことで、できればね、こういうメジャーを使ったダイポールアンテナを使いながら、実際に実験していただければね、技術的なものを習得できるんじゃないかなと思っております。ぜひともね参考にしていただければと思っております。細谷でお会いする日楽しみにしております。よろしければチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。